食事、運動、健身、健康ポーズプラスワン。ミラタン、今日は高血圧予防やがん予防などメリットいっぱいの野菜の取り入れ方を調査してみよう。今日はこの方に協力してもらうよ。こんにちは、管理栄養士の常沢です。いきなりだけどミラタンにクイズ。1回に摂りたい野菜の量は次のうちどれでしょう。正解は A でした。ミラタン残念。A は結構たくさんに見えるね。私もこんなに取れてるかな。例えばこの1回分の野菜を煮炊きすればこんな量になって食べやすくなるよ。いいところに気づいたね。これは1回1食の量だよ。これを1日3回とって1日分の量なんだよ。まずは毎食野菜を摂ることを習慣に。毎食このぐらいずつの量が摂れるようになるともっといいですね。そこで忙しい時でも手軽に野菜をプラスワンできる簡単メニューを紹介します。これなら忙しくてもできそう。健康ウォーズプラスワンポイント。簡単メニューで手軽に野菜を取り入れよう。えい。これであなたも高血圧予防やがん予防などの野菜のメリットをがっちりゲットできますね。ウォーズ市公式 YouTube チャンネルではこれまでの健康ウォーズプラスワンや野菜レシピを公開中です。ぜひご覧ください。